チャオ、こんちゃすくです。ロボットしかいない街、何もない。続きやっていきます。ステージが残り少ないんだよね。今からやるのがステージ26で7、8、9、30で終わりそうな感じです。ぼちぼちクライマックスかな。なんとなくもうストーリーの全貌というか、この世界の設定も見えてきたしね。主人公のロボット少年が在機っていう、まあほぼほぼ自分とそっくりな小学生だったのかな。その少年とお母さんと3人で暮らしてたっぽいんだけど、ある日突然お母さん、人間のお母さんね、佐伯のお母さんがいなくなっちゃって、で、働かなくちゃいけなくなっちゃって、佐伯少年は一緒に暮らしてた、今このゲームの主人公のロボット少年のことを置いて、働きに出ちゃったんだよね。で、それからしばらく会ってなくって、お金貯まったからお母さんを探しに行ってくるっつって、いなくなっちゃったっぽいんだよね。で、それからロボット少年は自分のことを人間だと思い込んで、お母さんを探さなくっちゃっつって、多分子供の頃の、まだ働きに出る前の再起の意識みたいなのを真似して、ここまで来たんだけど、さてどうなるんでしょうか。なんかね、クジラっていう物知りロボットに会いに行くっていう目的があるっぽい。今のところね。よし、じゃあ続きやっていこう。あ、公園かな、ステージ26。ヘッドレス。頭がない。ステージ26、ヘッドレス。いや、本当に頭ない。黄色いマフラーしてるやつがいる。夜だ。流れ星だね。主人公。てんてんてん。こんなところにもロボットがいる。まあ、お前もだけどな。もう壊れて動かないみたいだ。そうなの？邪魔だな。ははは！ひでえ言い草だな。首なし。ん？なんだ？起きてたんだ。全然動かないから、てっきり。死んでると思った？うん。驚かせてしまってごめん。うたた寝していたみたいだ。ええ？君の気配で目が覚めたみたい。こんなところに何か用があるの？お前には言いたくねえな。博物館に向かっているんだ。言うんかい。博物館か。何の用事があるんだい？クジラがそこにいるって聞いたんだ。過去に一回会ったことあるんだけどね。なんか絵の中をね、ワープできるらしくて、まあ普段はそこにいんのかな。クジラ、博物館にクジラがいるの？水族館とかじゃなくて？確かに。うん、クジラのロボットがいるんだって。まあ、ロボットっていうか絵だからね。絵のロボットだからね。それに会いたいんだ。何か知っていることはない？今の感じだと何にも知らなそうだけど。そうなんだ。僕は知らないな。そっか、わかったよ。変な体勢で眠ってしまったみたいだ。体が重たくなって全然言うことを聞かないな。歳なんか？あれ、立ち上がれない。一体どうしたんだろう。もう壊れる前兆？こいつ寿命か？あ、クッションだ。立ち上がるのは難しいだろう。なぜなら。足がないとか？立ち上がるのは無理だと思うよ。ロボットなのにずっと水のある場所にいるなんてバカだ。あ、本当だ。よく見たらこの公園水浸しだ。噴水から水が全部溢れちゃったんか？大洪水じゃん。なるほど。ロボットは水が苦手なんだな。自覚してなかったんかい。こんなになるまで寝ていたの？君はこんなところで何をしていたの？人を待っているんだ。人？人間を待っているの？そうだ。20時にここで人と会う約束をしていたんだ。いつの話だよ。20時？ああ。今何時か見てもらってもいいかな？この通り、立ち上がれないんだ。立ち上がったところでも顔がないから目見えねえだろ。約束の時間を過ぎているかだけでも教えてほしい。わかった。だけど、まあいいか。もうとっくのとおり人間滅んじゃってるってことは多分この顔なし知らなそうだね。時間がわかるものを探そう。まあここに時計があります。8時前なのかな？どうだった？ 20時より少し前だ。やっぱりそうか。いつまで経っても20時にならないんだ。なんだ、分かってたんか。20時にならないと約束の彼女が来ないのに。そういうことじゃねえだろ、分かってねえわ。僕はずっと待っているけど、彼女は一向に来る気配がない。でも、まだ20時になっていないなら仕方ないね。時間の概念がおかしいぞ。だって、約束の時間は20時なんだから。切ねえな。ここまで一途だと切ねえな。いや、もう待つ必要はないみたいだよ。どうしてだ？約束の場所はここで20時なんだ。だって、この時計、もう止まってるよ。え？いやー、残酷。さらっと事実を伝えちゃうこの主人公ロボット、純粋すぎる。君は見えていないのかもしれないけど、この時計台はボロボロでもう動かなくなっているんだ。そうなのか？うん。だから、いくら待っても20時になることはないよ。君は誰を待っているの？誰を？彼女を待っているんだ。それはさっきも聞いたよ。その彼女は誰のことなの？さっきから君は同じことしか言ってないのに気づいてる？ずかずか言うね。確かに、それもそうだ。君が待っている彼女は人間なんでしょう？はぁ、人間はもういないよ。え？変な話をしないでくれよ。人間はいないだって？いるじゃないか。現に、君の目の前に。うわぁ、こいつも自分のこと人間って思い込んでんのか。ってことは、デートの待ち合わせ的なノリなのかな、この感じは。そういうの、もういいよ。急に冷めんなよ。お前もそうだったろ、さっきまで。もしかして、彼女がここへ来ないことへの慰めのつもりか？違うよ。そんなわけないでしょ。やっぱり、君もそういう勘違いをしているロボットだったんだね。つうかさっき足が悪いっていう話したんだからさ、自分が人間じゃないってことはそこで理解できそうなもんだけどね。そういう勘違いって？僕は、君たちみたいなロボットをたくさん見てきて、本当にうんざりしているんだ。お前も前回の動画までは勘違いしまくってたけどな。まあ、うすうす感づいてはいたっぽいけど。ロボット？それはもしかして僕のことか？それにどうして君がうんざりするんだ？会うロボット、会うロボット、みんな。君みたいに頭がおかしくなってるんだよ。お前もだったけどな。どうせ君も自分の頭の中には人間の脳が入っていると思っているんでしょ？ああ、そうだよ。そうだけど。こいつ自分の頭がないことにも気づいてないの？やば。君は何をそんなに怒っているんだ？僕はお母さんを探していたんだ。ええ、そうなんだ。僕はお母さんの手がかりが欲しくて、ここにいるロボットたちに話を聞いていたんだ。そうじゃなきゃ君たちみたいなのに話しかけたりするものか。なんだその言い草。それなのに。だから、何の話だ？八つ当たりは勘弁してくれよ。君だって、本当はロボットなのに、人間のふりなんかして、何がしたいのかわからないよ。僕はただ、彼女を待っているだけじゃないか。いつ君に迷惑をかけたんだ？僕のやっていることが気に食わないんだったら、僕なんて放っておいてくれればいいだろう。君みたいなロボットは見るのももううんざりなんだ。はい。うんざりするのは勝手だけど、君だって同じだろう。え？君の目の前には僕はロボットに見えているんだろう。僕の目にも君はロボットに見えるよ。あれこいつ顔ないけど、一応目は見えてんのか。足がお釈迦になっちゃっただけで。自分のことを棚に上げて、何をそんなに怒っているのかが、本気でわからないって言っているんだ。痛いとこ疲れたな、主人公ロボット。君だってロボットなんだろ？君こそ自分のことを人間だと勘違いしているみたいだ。このロボットを黙らせよう。急に暴力的じゃ、このシャベルでガツンといくか。うわ、本当にやるっぽい。乗ったぞ。おいおい、急にそんなものを持ち出してどうしたんだ？怖っ。何？急にこの殺意。怖っ。僕に攻撃するのか？やめてくれよ。中には大事な脳みそが。うるさい。頭もないのに、どこに中身が入ってるって言うんだよ。自分の姿を見たことがないの？君の中身は空っぽだよ。わかったから、それを下ろしなよ。僕のことを殺すのか？どうせ、ずっとそこにいたって、壊れるよ。じゃあ、僕が言ったことに腹を立てたから殺すのか？どうして君はそんなに取り乱しているんだ？僕は別に思っていることを言っているだけだよ。君が言っている通り、中身が入っていようがいまいが、僕が人間だろうがロボットだろうが、そんなの大した問題でもないよ。意味がわからない。僕は自分が何者だったとしても、きっとここで彼女を待っているんだ。今のところ、やりたいことは特にないし、他にすることもないからね。まあ、それ言ったらこの主人公ロボットだってそうだよね。特に理由もなく、お母さん探してたし、それはきっと佐伯の意思だし、そしてそのことの真相を確かめるために、物知りロボットのクジラに会いに行くだけだし、他にすることないっていう点でもそっくりだ。君こそ、何をそんなに気にしているんだ？もう黙っていいよ。自分がロボットだって言われて嫌だったのか？君は足が動かないんだよね。え？ああ。君に言われるまで気がつかなかったけど、そうみたいだ。じゃあ、どの道、すぐ壊れるよ。そうなのか。でも、その話は、さっきも聞いたけど。君が自分のことを人間だと思ったまま壊れるのは、すごく嫌な気分だ。なんでだよ。何の憎悪？急にそんな憎しみめいて、どうした？そういうのをムカつくって言うらしいね。だから、僕が今から中身があるか見てあげるよ。その物騒なものでか？ま、いいや。どうせここで待つ意味もなくなったんだ。それで君の気が済むんだったら好きにしてくれればいいよ。終わったんだけど、ステージ26ヘッドレス。ロボットの言っていることは正しい。なのにどうしてこんなに腹が立つんだろう。このロボットがずっとここで人間を待っているのはどうしてだろう。広告を視聴して真相を見ますか。気になる！お、傘さしてる。男。あ、これ人間じゃん。はあ、なるほど。じゃあこの顔なしの元々の持ち主はこっちの人間か。首なし。なあ、君、大丈夫か？ん？ああ、びっくりした。見間違いじゃなければ、昨日もここにいただろう？昨日どころか、ここ最近、毎日君を見ているような気さえするが、ずっとそんなところにいると、風邪をひいてしまうよ。ははは、ありがとう。ロボットに体調の心配をされるなんてね。こんなところで何をしているんだ？この公園で人と約束をしているんだ。へえ、毎日誰を待っているんだ？恋人を待っているんだ。一緒に船に乗ってこの町を出ようって約束をしたんだ。彼女は必ず両親を納得させると、そう言って家に帰ったっきり、連絡も取れなくなって、それから一度も会えていないんだ。家に会いに行けよ。それに、これも本当は半月以上前の約束なんだ。えなんだこの男。ダメダメやんけ。半月前？それは、ああ、普通はこんなところでいつまでも未練がましく待つのをやめるべきなんだろう。でも僕は、彼女が僕を騙したとは思えないんだ。いや、騙したとかそういうんじゃないでしょ。説得しきれなかったってことじゃない？家を抜け出すのが大変なのかもしれない。彼女の家が厳しいんだ。約束の日は過ぎているけど、もし彼女がやっと家を抜け出してきて、ほんの少しの希望を持って、この待ち合わせ場所に着いたとき、ここに僕がいなかったらダメだろ？そんなことはねえわ。それこそ、本当に二度と会えなくなってしまう。そう思ったら、毎日ここに足を運んでしまうんだ。はあ、今日こそ来てくれるかもしれないしな。どうしたんだ？ここで一人で待つのも暇だろう？僕が話し相手になるよ。どうかな？本当か？助かるよ。一人は寂しいからね。彼女とは20時にこの時計台の下で約束をしているんだ。あと何時間か、外が暗くなるまではいようと思う。じゃあ、時間はたっぷりあるんだね。まずは自己紹介だ。僕は、あれ？今日もいない。最近見ないな。あ、さっきの男？もうこれ別の日ってことか。もしかして、彼女と会えたのか？いやでも、もし彼がここに来られない理由があるんだったら、彼女がもしやってきた時に入れ違いになってしまう。せめて彼がここに来るまでは、僕が代わりにここにいよう。今日も、来なかったな。彼は結局どうなったんだろう。彼女と会うことができたのかな。もしかしたら二人はすでに船に乗ったのかもしれないが、20時に時計台の下。もう少し待ってみよう。どうせ他にすることもないし、僕はロボットだから、時間だってたくさんあるからね。なんか、めちゃめちゃ悲しい話だったな。多分人間の二人も会えてないでしょ。男の方は諦めて島を出たのか、もしくは来れない体調になっちゃったのか。悲しすぎる。深読みすればするほど悲しすぎる。というわけで次回はステージ27やっていきます。続きが気になる人は高評価ボタンをポチッと押して応援してってください。それじゃあまたね。バイバイ。悲しすぎる。